ハンブルガー SV ベルダーブレーメン VFL ボルフスブルクヘルタベルリンエネルギーコットブスハノーファー96アルミニアビーレフェルトシャルケレイ 4VFL ボーフムボルシアドルトムントバイエルレバークーゼンアイントラハトフランクフルト1 FC ニュルンベルク VFB シュットガルト FC バイエルンミュンヘンハンザロストック MSV デュースブルク カールスルー ASC ドイツ分リーが2007から2008は2007年から2008年に行われている45シーズン目のドイツの分リーが2007年の8月10日に開幕した一部リーグは18のクラブがホームアウェーで対戦合計34戦で優勝が争われる優勝クラブ2位のクラブは UEFA チャンピオンズリーググループステージ3位は チャンピオンズリーグ予選3回戦、4位、5位は UEFA カップ1回戦、6位はインターアートとカップへの出場権を得る。また、下位3チームは自動的に2部に降格する。2部リーグも共に8月10日に開幕した。下位4クラブは自動的に3部に降格する。カッコ内は毎シーズンの成績出展。 www.dfb. で各チームのホームゲームの結果を記載。ホームチームから見て、勝利が、セーラン、敗戦が、赤ラン、引き分けが、コーラン。上位3チームが昇格、下位4チームが、広角出展。ワールドフットボール2008年1月、小野真嗣が、浦和レッドダイヤモンズから、VFL 暴風に移籍した。ありがとうございます。